お座り。どうも、山田俊明です。今日はですね、ちょっと自宅の庭から久しぶりに動画を撮ってみようと思うんですけども、静かにして。あか。ですね、ワクチン接種についてです。実は先日2回目の接種を終えて、で今日が10日経ったのかな、もうすぐ2週間というようなところになるんですけども、まあちょっと座ってお座り。ワクチン接種に対してですね、ちょっと自分でも意外な反応が体に起こったので、ちょっと皆さんに情報共有しようかなというふうに思ってこれを撮影しております。まあ、当初はね、ワクチン接種モデルナ社製を打ったんですけども、まあ40代の男性の私はそんなに影響ないだろうなと思ってたんですが、一応回してたんですよ。でその結果ですね、割と変化が出たので、まあ、その点これからワクチン接種受けようかな、受ける予定だという人の参考になればなと思って情報共有をしたいと思います。遡ること10日前の映像からです。どうぞ。どうも、山田俊明でございます。今日はですね、今たった今ワクチン接種2回目を終えたところでこの動画を撮っております。周りの方たちの話を聞いてもですね、やっぱり2回目のワクチン打った後に、体調がどうなるのか結構心配だっていうお話もあったんで、今日はですね、まあ、この直後から自分の体調変化含めて、どうなるのか、体に何か異変があるのかどうか、分かる範囲で、お伝えできる範囲で皆さんと共有しようと思っています。福岡市のワクチン接種、私がですね、まあ、この動画の中でもお伝えしているように、まあ、特定疾患、睡眠時無呼吸症候群が特定疾患になってたので、割と早めに予約することができました。で、このクルーズセンターでのワクチン接種になりますので、私はモデルナ社製のワクチンです。で、その2回目が今日終わったので、まあ、どうなるのかなという、ちょっとだけ不安はあるんですけども、まあ、特にね、若い方とか女性の方では発熱がというような話もよく聞いたので、この後時間経過とともに自分の体がどうなっていくのか、ちょっと経過観察してみたいと思います。モデルナの2回目のワクチン接種をして、今翌日の午後2時なので、まあ11時に受けたと考えると27時間経過しました。今朝からですね、やっぱ副反応がちょっとだんだん出てきたなという体感がありました。まずはね、この接種した腕、ここなんですけどね、ここが硬くなって、ちょっとやっぱ熱があるのかなっていうようなとこと、で痛みもね、結構広範囲にわたってちょっと痛みがします。だからこうよく言うね、肩を上げるとあいててててててっていうような感じですね。これが1回目の時は本当にね、痛みって、こう、針を刺した、ツンと刺したこの箇所だけだったんですけど、範囲がちょっと広くなったような体感があります。で、そうですね、今日の午前中ぐらいからですかね、なんとなくこう、ゾクッとするような寒気もしたんで、今ちょっと熱を測ってみたんですよ。そしたら、37.3 度。まあ、微熱ですけど、発熱もありましたね。なので、ね、まあ、このままそんなに高く上がらなければいいなと思うんですけども、まあ、ちょうど明日がや仕事休みになったので、もうこれはゆっくり静養した方がいいかなというふうに思いました。よくね、20代若い子とか、あとは女性に多いとか、いう副反応の情報はありましたけども、まあ、少なからず、その40代前半の男性の私にも出ましたんで、初回のね、1回目の時の反応がそんな大したことなかったんで、正直ちょっと油断してたというか、舐めてたというか、あんまり心構えをしてなかったんですよ。でも、思った以上に反応が出ました。ワクチン接種を受ける上で、まあ本当全員ではないにせよ、まあ、心構えとしては、まあもうしといた方がいいな。
いうふうなことをちょっと共有したいと思います。これからね、1回目2回目と受けられる方、参考になれば幸いです。また何か体調の変化があったらここでお伝えしようと思います。はい、再び接種から10日経った日の撮影です。映像にあったようにですね、熱を測った時では37度3分っていう体温だったんですが、実はですね、あの後にきつさのピークを迎えていて、こうなんかソファーでね、あまりにもきつくて寝落ちしちゃって、でこともあろうにこうやって皆さんにお届けするかもしれないっていう状況だったんですが、体温測ってなかったんですよ。でもね、なんか体感的にはあれ38度ぐらいまで上がったんじゃないかなっていう、なんかこう久々の発熱のきつさっていうものがありましたね。で腕もやっぱり痛みは続いてましたけど、よく聞くように本当 2,3 日でした。今考えればね、そんなにきつい時間は続かないなというところと、結論を言うとですね、ワクチン接種から今10日経ちましたけども、今はもう本当に至って元気です。僕の場合は2日目から異変がより強くなった、で3日目にはもう収まりかけたっていう、だから2日間ですよね。このあたりはね、やっぱりこう体がきつかったなっていうのは正直ありました。でやっぱ一番僕が今回気をつけなきゃなと思ったのは、やっぱり副反応大丈夫だろうっていうように思ってたんですよね。40代の男性なので、いわゆるよく言われているところには該当しないな、副反応が強く出る人には該当しないなっていう勝手に思い込んでたんですけど、だからできるんであればワクチン接種これから受けるっていう方で、やっぱり2回目の方が体感的にはしんどかったんで、2回目受ける時の直後、そのあと1日2日3日ぐらいはこうゆったりのある生活のスケジュールだったらいいなというふうに思いました。とはいえね、なかなかこうもう予約枠の争奪戦とかで、実際2回目受けられるところもここしかないよっていう状況だから、こういうの難しいと思うんですけどね。だから接種を受ける日が決まったら、その後ろのこう生活の調整っていうのをね、少しやっておいた方がいいと思いました。ワクチン接種がどんどん進んでね、今の状況が早く終わればね、もうなんかこの YouTube チャンネルでもっと楽しいことやりたいなと思ってるんですけど、何分コロナ禍というところでやれることも制限がかかってますけども、なんとか引き続き皆さんといろんなことを共有していけたらなと思っております。今は至って元気です。それじゃあまた最後呼んでみましょうかね。メオグッフシダーシー、はい、皆さんにご挨拶お座り、さあ、はい、マコもマコもいます。それじゃあまた